シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。今日の件は超究極キングブラッドでやっていくっていうさて。さあ、というわけで今回は超究極キングブラッドで最強の目やっていきたいと思うぜ。はい、アイテムまず使っていく。で、これもう薬もでしょ。完璧に。もう、ベクトルで攻撃力上げてくるやつね。オッケー。じゃあやっていきますか。で、リン・ヤオも相当強いと思うよ。で、なんとなく赤井さんを連れてきている。まあ、ボス戦は、もう、ヤクモの SS 早めに溜まるから、それで相当一瞬で終わるんじゃないかなというところ。あ、ごめん。で、赤井さんは転送壁持ってないわ。でも転送壁ちょっと控えめだよな。だから持ってないやつでも全然いけるってところで、反射員が多いから、ちょうど赤井さん良かったわ。防いでくれる。うん。オッケー。いいよ。なんか、ヤクモの SS ですぐ終わりそうだな。リンの SS、うまく見せれるか?ちょっとわからんけども。一応 SS 短縮しっかりしていこう。まあ、去年ネオやばかったけど、ヤクモって、まあ、ネオと比べると、両方強いよな。友情の方とこっちの、やつと。なんかそこがすごいと思う。うん、オッケー。残るんかい。しかも、壁ドン大号令。すぐ打てすぎでしょ、これ。マジで。さあ、OK、いい感じ。今んとこやっぱ周回系って感じがするけど、まあ、アイテム使ってるからな。まあ、ミッションがあるんだけど、今回、まあ、普通に最初やってみる。というかよ、第1弾の時って、キングブラッドで、開幕だっけ ?8 万のダメージをぶっ飛ばしてきたらしいな。で、俺、やってんのよ。普通に。俺、これ、記憶ないというか、気づかんかったんか、別に始まってすぐに攻略して、俺、逆。勝ってたと思うんだけど、俺、気づいてなかった。たのか修正後になったのか分からんのだよ。でもすぐやったんだよな、あれ。でもそのダメージきついなって思うぐらいだったから、どうだったんだろう。よし、ボスでやってきますか。ちょっと最初経験した人教えてほしい。マジどんな感じだったか。暴れていきますか。多分俺もやってたと思うのよね、それ。すぐやったはずだから。何だったんだろうね、あれ。よし、まあ、まだ SSE か。ちょっと早く終わり、ちょっと絶対これ早く終わるじゃねえか。だから、ちょっと一旦捕まねえわ。あ、もうこれはで、これ殴ってこれでしょ。ヤクモ絶対強いって。まあ、一旦様子見で、まあ、リン・ヤオの SS も一段階目使わずとか、ハマれそうだな、これ。ここハマれるわ。上尺って来るんかな?だったらここでちょっとワンパンとかあるかもしれん。よし !OK! で、3P で SS を使って、まあ、ぶっ飛ばしていくか。ちょっと赤井さん控えめだったな、今回。赤井さん控えめだったけど、まあ、大丈夫でしょう。さあ、SS を使ってぶっ飛ばしていく。暴れるより横で降りていった方がいいか。行ってこーい。もう一瞬すぎでしょ。もう一瞬すぎだって。おい、遊ぶな、お前ら。おい、遊びじゃねえぞ、これは。ちょっと、めちゃくちゃ仲良くなってんじゃないか、こいつら。ちょっとやめてくれる?じゃあちょっとよ、リンの SS はまた別で見せるわ。この後半で多分見せるわ。だから一旦ここは、ヤクモの SS でぶっ飛ばしていきますか。うん。左下に打ったらこれ危ねえな、これ。なんか、ココーンって終わりそうだから。怖えな、これ。こっちでギリ狙っていく。
はい、ヤクモ最強。こいつやべえな、こいつやべえな。やっぱりちょっとさすがにリニア王は見せたいからもう一回やってくるわ。さあというわけでやり直してくるぜ。はい、というわけで今回は、リン・ヤオ2体入れてルナで、早く貯めてあげてぶっ飛ばすっていうのをやっていきますか。もうちょっとそういう時限ってルンボ来るまあいいわ。だったらこれで早めに打つか。 4P もう2段階目貯まるから、まあ、そこでぶちかまして、まあ、どんな感じか見ていこう。まあでも本当最近さらに思ってくるけど、ルナって化け物じゃない？マジでルナやばいなこいつ本当に。ルナはやばいって。去年の中でも、去年の限定の中でも多分もう本当トップレベルの大当たりだよな。なんでこの人こんなやばいの？持ちすぎでしょ、いいアビリティ。オッケー、使っていこう。行ってこーい。いや演出いいね、演出いいわ。うん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 、その殴り面もうちょっとなんか連撃キラー M でも良かったような感じがあるんだよな、マジで。そこちょっとあるよなちょっとあんたの普通の殴りの方がなんか強く見えたんだけど、なんかシャーロックがあれだけもらってる感じで考えるとね、普通に連撃キラー M でも L でもよかったとか、超マイ M とか。うん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 、あーここはさすがに見せてくれたな。オッケーオッケーオッケー、いいよ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 。だからなんとなくやっぱ今回のハガレンって少し1段階か2段階抑えめっていう感じがするな。だから懐かしいマジ。おし、あブーストもかけていきますか。おーし、オッケー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 。でここでおっと横でやっていくとか、だいたい最初やった方と違くない、あれ。はい、オッケー。あれもしかして最初にやった方と逆にくるの、あれ。もしなんかそれうっとうしいな、違うと思うけど。はい、で次はヤクモで暴れていく。行ってこい。さっきと全く知らないかこれ。すげえ早い。待って、またなんかみんなお楽しみにならないで。まあ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 仕方ない仕方ない。ものすごい動いてる。いやもうはしゃぎすぎでしょ、はしゃぎすぎだって。オッケー。さあ、おお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 。はい、ということでまあこんな感じかな。うん、まあリン・ヤオも転送壁持ってるし今後の活躍もあるとは思いたい。というわけで超究極キングブラッドレーでした。はい、参考になれば嬉しいです。次の回で会おうぜ。で最後にタイムを見ていく。3分 OK。 あばよ。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。
まだ次の夜会で待ってるぜ。焼きって仕方ねえ。